動画と専用サイトで徹底サポート。指導者なしでも上達できる初心者セット発売中。うわーやばい。私が使っている横回転の速いサーブを解説します。ポイント1つ目はグリップの握り方です。グリップは人差し指と親指で挟むように持ち、後の指は添えるだけです。その時に中指をラケットのグリップに引っかかるようにして持っています。ポイント2つ目は構え方です。左足を前、右足を後ろに置きます。その時に体の左側が台の内側に入るように意識してみてください。ポイント3は振り方と当て方です。振り方は肘を上げて振り子のように使います。その時にボールの手前側、自分側を擦るように、そして第1バウンドは手前に当たるようにしています。ポイントの4つ目はロングサーブとショートサーブを組み合わせて使うことです。ロングサーブは手前にバウンドさせて出すので、ショートサーブも手前にバウンドさせて出すとより効果的です。
海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。